はい、皆さんこんにちは。今日の動画のテーマはシュートチャンスを作る、ゴールを奪うです。ベースとなるフォーメーションは 1-4-1-4-1、 対戦相手は 1-3-5-2 です。それでは解説を始めます。今回の動画は6つの場面を作成しました。まずは相手フィールドに侵入した時の立ち位置を確認します。7番、11番がワイドに、10番、8番はインサイドを取り、3番、2番は高めのポジションに立ちます。青のエリアで数的優位、赤で数的同位、オレンジで数的不利の状態です。より確実にボールを動かしていき、相手の最終ラインを突破することを試みます。相手のユニットは中央に密集した形になります。サイドの人数が少なくなるので有効利用していきます。一つ目の場面はボールホルダーが9番に向かってボールを運ぶ場面です。マッチアップからずれている3番が空いていることを確認します。黄色のエリアで確実にパスコースを作り、相手を中央に引きつけます。相手に対応される前に3番にボールを動かします。相手のラインを意識してサポートに入ります。ライン間で6番、10番、9番がポジションを取ります。サイドに7番が立ち、4番が安全なパスコースを作り出します。相手との間合いが空いている場合はゴール方向へのパスコースを狙います。ラインを突破するパスを積極的に通していきます。ボールを受けたら常にゴール方向に向く努力をします。周りを見ることが大切です。サポートも早くして相手に追い込まれないようにします。ゴール前へのパスを選択肢に入れながらプレイを実行していきます。相手の間を通して最終ラインを超えるパス、動き出しを積極的に実行します。ペナルティエリアに侵入したらさらに思い切ってボールをゴール方向へ動かします。クロスを上げるポイントはニア、ファー、カットバックになります。積極的に配球していきます。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませましょう。2つ目は素早く3番にボールを配球していく場面です。相手のプレスがかかる前となるためどこへでも配球できる状況です。しかし受ける側がマークに疲れているためボールを全方向へ出すことができません。3番にボールを渡しタイミングを測ります。3番はボールを受けたら前にスペースがある場合ボールを運び出します。相手の8番に向かっていき引きつけます。それによってできたスペースにサポートに入ります。最終ラインとセカンドラインの間、セカンドラインとファーストラインの間にサポートします。ワイドと後ろにもパスコースを作ります。仲間の動き出しを確認して、空いた9番へボールを渡していきます。ライン突破、中央へのパスは相手に狙われやすいので、素早くプレイを判断していきます。そのために周りはタイミングを合わせ、サポートに素早く入ります。ボールを相手に触られないように動かしていきます。無理にボールをゴール方向に進めるのではなく、前を向いている仲間にボールを渡していきます。ペナルティエリア付近まで運べたらゴールを積極的に狙う選択肢を持ちます。その姿勢によって相手が対応してきたら空いたスペースを利用していきます。瞬時の判断が必要となります。最終ラインを越えたら素早くゴール前へボールを配球していきます。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませましょう。
3つ目は7番がインサイドのポジションを取り、3番が高く上がり、10番が相手のユニットの外側に立つ場面です。相手9番に向かってボールを運びます。7番が高く、3番はインサイドへ移動します。10番はセカンドラインの前でサポートします。3番、5番、10番は確実にボールを受けられるパスコースを作ります。3番にボールを配球し、相手の11番を引きつけます。相手のプレスに引っかからないように素早くサポートしてボールを動かします。相手の状況をボールを触る前に確認しておくことが重要となります。時間をかけずにプレイの判断をしていきます。ただし、ゴール方向、ライン突破、安全なエリアと複数の選択肢を持ってプレイを決断していきます。ラインを突破してボールを受けたら前にスペースがある場合はスピードを保ちながらボールを進めます。最終ラインの突破には仲間の動きを見ながら相手の動きも確認していきます。ライン突破の動きがあればライン間にスペースができやすくなります。ペナルティエリア付近でのプレイはゴールを常に意識したプレイを実行していきます。ボールをゴール前へ積極的に配球していきます。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませましょう。4つ目はボールサイドでローテーションしてボールを受ける場面です。相手9番に向かってボールを進めます。ファーストラインを越えるエリアで中央に6番、サイドに10番、3番がサポートに入りパスコースを作ります。セカンドラインを越えるエリアでもパスコースを作り出せるポジションを取ることも重要です。10番にボールを渡します。素早くゴール方向を向きます。相手とのタイミングを外しボールを動かしていきます。ライン突破、同じラインのパスコースを連続して的確に作り出していきます。相手に読まれないようにプレイを実行していきます。ボールホルダーに対して複数のパスコースをサポートすると相手の逆をつきやすくなります。ゴール方向、最終ラインの裏のスペースを常に狙いながらボールを動かします。相手の変化も確認してプレイを決定します。時間をかけずにテンポよくボールを動かします。中央へのパスコース、サイドへのパスコースにサポートします。ボールホルダーの状況を確認して、ボールを受ける動き出しをします。積極的にゴール方向へ動かします。ゴール前に積極的に走り込むことで、それに対応してくるため、空いたスペースを有効利用します。相手が対応する前にプレイを決断し、実行します。それでは、3D の映像を見ながら、イメージを膨らませましょう。5つ目は6番がセンターバックの間に下がり3人でビルドアップする場面です。ボールを運び相手の9番を引きつけます。サイドのアタッカーの11番、7番はインサイドのスペースに動き、2番、3番は高いポジションを取り開きます。6番はセンターバックの間に下がります。ラインを越えるエリア、安全に受けられるエリアにサポートします。相手の状況を確認して6番にボールを渡し3人を形成し、相手の2トップと対峙します。相手の7番に向かって運びます。相手の9番、
7番の間のパスコースにサポートします。ワイドに4番、5番がポジションを取ります。最前列が5人に配置し、相手と1対1となっています。積極的にボールを前に動かして、最終ラインの突破を狙う機会となります。ボールを前に動かし、ボールを出すタイミングを測ります。相手とのマッチアップが整っているので、縦パスを入れて、相手をおびき出します。サポートはタイミングよく素早く入ります。相手の最終ラインの裏のスペースを意識しつつ、ボールをテンポよく動かします。ゴール方向に向かうラインが空いていたら、積極的にボールをゴールへ進めます。適度にスピードを保ちながら、ボールを配球します。相手の前への配球は対応しやすいため、相手の裏を狙い、ボールを動かします。サポートも相手の視野から外れる動きをしながら、ボールを受けると良いです。それでは、3D の映像を見ながら、イメージを膨らませましょう。6つ目の場面は、相手の9番、7番の間に6番が立ち、相手の7番を引きつけ、逆のセンターバックに配球していく場面です。相手9番にボールを進めます。相手7番との間に6番が下がり、サポートします。ライン間に10番が立ちます。ワイドには、3番、5番がサポートします。5番にボールを動かします。ボールを前に運びます。ファーストラインとセカンドラインの中央のエリアにポジションを取り、サポートします。8番が2番が空けたスペースに下がり、相手の6番を引きつけます。空いた11番へのパスコースを有効利用し、ボールを進めます。インサイドに入っていた11番がボールを受け、相手をかわし、ボールを動かします。相手との立ち位置でボールを受けることができやすい9番、ワイドに開いた2番がサポートします。9番にボールを配球します。相手を背負いながら、ボールをキープします。自分でゴールを狙う姿勢を持ちプレイします。その動きに応じて逆サイドへパスを出します。シュートする際も選択肢があるとチャンスが広がります。ボールを積極的に動かし、確実にボールをゴールに入れられるようにサポートし、プレイを決定していきます。それでは、3D の映像を見ながらイメージを膨らませましょう。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございます。動画を見ていいなと思いましたら高評価をお願いします。またチャンネル登録もお願いいたします。皆様の高評価、チャンネル登録が動画を作る心の支えとなっております。ぜひよろしくお願いします。